エミリー・ロアは、フランス・シェルブール・イコール・オクトビル出身の女子、プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス27位、ダブルス15位。WTA ツアーで、シングルス3勝、ダブルス16勝を挙げた。身長167センチメートル、体重61キログラム。左利き、バックハンドストロークは、両手打ち。四大大会では1997年。 全仏オープンで初出場した。シングルスの最高成績は1999年、全豪オープンの4回戦進出である。3回戦で、第9シードのコンチタ・マルティネスを7から5、6から1で破り4回戦で、アメリモレスもに0から6、5から7で破れた。ダブルスでは1998年全米オープンで、カロリーヌデニン、2003年全仏オープンで、 ナタリー・ド・シー、2004年ウィンブルドン選手権でマリオン・バルトリ、2005年全仏オープンでニコル・プラットと組んでベスト8に進出した。ロアは長くフランスの中堅選手として活動し、通算シングルス3勝、ダブルス16勝を挙げた。2003年フェドカップフランス代表の優勝メンバーにもなった。2009年全仏オープンを最後に30歳で現役を引退した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。